交わりの日まであと300日間に合いそうだな。ええ、私たちは互いの英知を結集してあれを作った。二つの世界が交わる時に備えて、私たちの全てがあそこにある。記憶も魂も。私たちは消え、そして生まれる。それが終焉なのか始まりなのか誰にもわからない。時が決めてくれるでしょう、私たちのこの行いの真の意味を。昔、もともとは一つであった世界が二つに分かれました。生と負、同じ姿でありながら相反する性質を持った二つの世界に。互いを知ることなく、二つの世界はそれぞれの未来へ向かうはずだった。ですが世界は互いを求めてしまった。存在の孤独がゆえに再び一つに戻ろうと。それは破滅を意味していた。相反する性質の世界は交わることで全てを消滅させてしまう。光だけを残して。そう、光だけが私たちに残された最後の共通の言葉でした。異なる世界にありながら私たちは光を使い言葉を交わしたのです。世界の消滅を回避する手段を模索するために。やがて互いの英知が一つの希望を生み出しました。オリジン、世界に存在する全ての情報を光となった言葉を記憶する。未来へと渡りゆく希望の船オリジンは、消滅した世界を再生させるシステムだったのです。そしてその時は訪れた。世界の再生は行われなかった。世界はその瞬間静止してしまったのです。ゼットラ・メビウスによって。メビウスが。中でもゼットはメビウスを滑る。メビウス、世界そのものと言って良い存在なのです。世界を静止させて何をしようとしたんだ。何も、何もする必要はなかった。ただ、ただ世界をその場その時に留め、閉じた時間の中を永遠に漂うことが彼らの願いだった。俺たちの命を糧にして。その通りです。 Z はオリジンを掌握するためにケベスの女王を捕らえました。なぜです。オリジンの記憶に触れ、思うがままにするには創造者だけが持つ鍵が必要だったから。鍵？心と言ってもよいでしょう。 Z はケベスの女王の持つ鍵を使い、オリジンの全てを掌握した。オリジンの掌握は世界の掌握と同じ。世界に枷をはめ、断りを自由にできる。生も死も思い通りに。生と死、これが M も知らなかったこの世界の成り立ちです。もしかして鍵はあなたも。ええ、
私も持っています。その鍵によって生み出されたのがウロボロスストーンなのですから。あ、ゼットに支配されたとはいえ、わずかですが私も抵抗することができた。歯車？オリジンの歯車です。オリジンを構成する物質と私のこの胸のコアクリスタルとが触れ合うことでウロボロスストーンは作られます。これのおかげで俺たちはウロボロスに。ですが完全ではありません。え？あなたたちはメビウスの力に屈したことがあったのでは？先ほども言ったように世の断りは Z のもの。私の力も限定的なものに過ぎない。でもあなたたちは Z によってはめられた枷を、断りを打ち破ることができた。ウロボロスの力と対の剣とを重ねることで。これが対の剣。対の剣はケベスの女王の心とオリジンの物質が触れ合いなったもの。ということはウロボロスストーンと同じ。ウロボロスストーンも対の剣も単なるきっかけです。本質はあなたたち自身、鍵はあなたたちのうちにもあるのです。俺たちのうちに。ようやく思いが報われました。こうしてあなたたちという希望と出会うことができた。ジョー、俺たちがすべきことは。ええ、オリジンへと赴き、ケベスの女王とオリジンをゼットのメビウスの手から解放すること。解放できれば世界を変えられますか？この理不尽な世界を消しされますか？女王様、あなたたちが未来を望むのならば。あなたから聞きたい。Z たちメビウスは倒すべき相手なのか？ノア、それはあなたたち自身が決めてください。直接対峙し、彼らが何たるかを見極めた上で。わかった。こちらへ。知り合いが増えるのはいいことだよね。あれを。あの大会の渦の底にオリジンはあります。なんだって？何人も寄せつけないあの海の底で Z は世界を支配しているのです。ということはケベスの女王様もまたあそこに？なんてこった。ケベスの女王を助けるにしたってどうやってあそこまで行けってんだよ。近づいただけでバラバラになっちまうぜ。けどさ、女王様なら知ってんだろ行く方法。なんたってそのオリジンとやらを作った張本人なんだから。さあ、私にも分かりません。女王様だろ。そんなこともわからないのか？マジかよ。なんということだ。僕は失望を禁じ得ない。そ
そんなこと言われたってさ。君たち、ちょっと言い過ぎ。待てよ。ん？ミオ、お前さ、メビウスの力使えたよな。だったらいけんじゃねえか。ビュンってさ、いつもやってたろあいつら。それが、どうした？今は使えないんだ、メビウスの力。はい？気づいたのはキャスルを解放してからすぐ。自分でもなぜかわからないの、急にだったから。はあ？もしかして女王に直接聞けってそういう。ごめんユーニー。お前、おそらく Z でしょう。え？メビウスの力も断りという流れのうちにあります。何を許可し何を許可しないかは Z の思惑次第。オリジンについても存在を知るメビウスは限られるのですから。ウロボロスの力は使えたのに。今のあなたたちの力はいわば流れの外の力。 Z といえど外の力に手は出せません。だからこその希望なのです。しかし参ったな。場所が分かっても行く方法が分からないんじゃな。問題はあの渦か。あ、サモンさん。サモンさんってあのシティにいたノポン？うん、言ってなかったか、大海の渦を突破できる船のこと。究極の船？そうも、大海の渦だろうとものともしないで突き進む、いまだかつてないすんごい船も。まだ建造途中だけど、いつか必ず完成させてみせるも。男の夢も。確かに言ってた、渦を突破できる船があるとかなんとか。いや、船作ってるところだろ。設計している途中じゃなかったか。とにかくサモンさんは船について熱く語ってた。ってことはオリジンに行く方法あるね。行こう、シティに。ああ、希望が見えてきたぜ。ここまで来た甲斐あったね。急ごう、メビウスたちがこのまま生還するとは思えない。だな。ジョー様。え？ありがとう、なんとかなりそうだ。おう。なるほどな、事情は分かった。サモンならいつもの調子で整備区に引きこもってるはずだ。そっちに向かいを出すから行ってみるといい。ありがとう、砦を出たところで待ってるよ。一旦シティに戻るんだよな。ああ、トラビスが入り口に迎えをよこしてくれてる。
シティのみんな、本当に無事でよかった。ああ、ほっとしたよ。トン！トン！ああ、あの船のことかも。あれだったら第三ドックに隠してるも。本当か？見たいも？もちろん。わかったも。じゃあ一緒に港へ行くも。何かつまめるものはないかなと。はい。サモンさんが言ってた場所は、まずは管理室に入るらしい。これが大海の渦でも突破できる船。すっげえ、もう完成してたのか。今まで乗ったのとはまるで違うね。より洗練されているというか、
絵も言われぬ力強さを感じるな。何適当なこと言ってるも、それ側だけも。側だけ？肝心のエンジンがまだできてないも。エンジンのない船なんて、アマーマウインナの入ってないバスティールみたいなものも。それはいけませんも。バスティールにアマーマウインナーは不可欠ですも。サモンさん、エンジンがまだって。正確にはエンジンのコアパーツも。材料にこいつがあと6個必要なんだけども、残念ながらここにはこれしかないも。あの金属ってノアの剣と同じやつだよね。ああ、間違いない。こいつはロストナンバーズの眼帯に入っている金属と同じものも。眼帯がメビウスの索敵を阻害するのは知ってるも。ああ、モニカから聞いている。眼帯からは特殊な電波が生じているも。その発生源を示したのがこれも。地図上の交点の場所にこの金属があるんだけども、サモンにはとても行けっこない恐ろしい場所ばかりも。眼帯の金属は使えないんですか？あれはロストナンバーズの重要装備だからダメも。そもそも薄い白状に伸ばして使ってるから、全部集めたとしても足りないも。そうなんだ。ミオ、この場所。うん、天空の砦、女王様の持ってたあれだね。サモンさん、そいつがあと6個あったら船は完成するんだよな。もちろんも。渦だろうがなんだろうが、ものともしないパワーと防御力の船が完成するも。完成までどのくらいかかる？3日もあれば余裕も。ずいぶんと早いな。まあ早いに越したことはない。よし、じゃあ行くか。ああ、サモンさん、そいつの確保俺たちに任せてくれ。も？初めて見る場所だな。こんなに早く女王様に会いに行くことになるなんてね。くれぐれも失礼のないようにしなくては。
してここに？オリジンの歯車、よもやあなたたちのしるべになるなんて。ウロボロスやツイの剣だって俺たちを導いてくれたんだ。驚きはしないよ。わかりました。そういうことでしたら喜んで託しましょう。本当は分かっていたんですよね、私たちがまたここに来るって。未来は私たちの手で紡がないといけない、そうなんでしょ？もちろんです。未来は誰かに与えられるものではない、あなたたち自身の手で紡ぐものなのですから。まずは一つ目、残り5つか。幸先はいいな。ああ悪かね、この調子で次急ごうぜ。ありがとう女王様、この歯車決して無駄にはしないよ。お待ちなさい。船が完成したとしてどうやってオリジンへ？それは大海の渦を突破して。突破した後はオリジンは全体が強固な外郭で守られています。船着き場でもあると？あるわけはないか。そもそもオリジンがどのような構造になっているのか僕らは知らない。これを。これは、これがオリジン？アグヌス側でのオリジンの建造にはあるノポンの技師が関わっていました。その者が残した最初期の設計図です。大海の渦はおそらくこの中央部分から発生する力場と周囲を取り囲む構造体の相乗効果によって生み出されているものと思われます。この構造体の本来の目的はパンスタシス空間の発生時に本体を保護するフィールドを展開させる装置、故にこの中央部分は強固な外郭を持たずオリジン唯一の弱点とも言えます。つまりここからなら内部へと入れる。渦へと突入し、その流れを利用して一気にその内側へ。内側へと入ったら中心にある力場の発生器を破壊する。そうすれば。なるほど。ですがオリジン内部の構造は Z によってかなり改変されているはず。無事入れたからといって油断は禁物です。分かってる、それは覚悟の上さ。しかしさすがは女王様だな、そんなことまで知ってたなんて。びっくりだよ。まったくだ、僕は感動を禁じ得ない。君たちこの前と態度変わりすぎ。そういえば M と出会った後ずっとここで眠られていたんですよね。ええ。どうして私たちがウロボロスになったことを？キャッスルでの出来事もご存知みたいだったし。眠っていてもここには世界で起こる全ての情報が集まってきますから。本当にありがとう女王様。俺たちの手で必ずやり遂げてみせるよ。
オリジンの金属の反応はこの辺りだったよな。探してみましょう。オリジンの金属の反応はこの辺りから発生している。金属の反応はこの辺りだよな。探すの、板についてきた気がするね。
オリジンの金属が埋まってたとこにターキンの羽もあったわね。ターキンが埋めたってのか。面倒なことしやがる。オリジンの金属の反応はこの辺りからしてるね。周囲をくまなく探索しよう。まだこれからだよ。はい、
おめでとう。君は無事、成人の日を迎えることができた。だが、このままではいかん。君たちの命は、戦場に散ってこそ輝くのだから。何の真似だ、クリス軍務長。ブレイドをお納めください。執政官殿。貴様、この者の輝きを奪うつもりか。命を奪う必要はないと申しているのです。刻限まであと少し。彼の輝きは彼自身が誰よりも知っている。あなたの行為では輝かない。決して。貴様、良いではありませんか、V。M、なぜここに。その時が訪れた者には相応の姿を与えてはいかがですか。何よバカな。それでは命の輪に帰らぬではないか。お、 Z も望んでいることです。 Z が。そんなはずは。承知した。貴殿の好きにするがいい。私に送らせてください。いい調べだね、クリスのオリジナル。まあそんなとこかな。俺も取り入れようかな。ノアにはノアの調べがある。あれはとてもいいよ。とても素敵だ。本当に。前のコロニーで覚えた楽譜を少し変えただけだけど。大事なのは楽譜じゃない、調べに乗せる思いさ。
思い？乗せれば届くんだ。姿なき者たち、女王の目覚めに呼応するか。ついの剣。あの日世界に散ったオリジンの残滓、まだ残っていたとはな。あれはもはや流れの外のもの、我々に御す術はありません。赴くか。いえ、その必要はないでしょう。彼の方から来る。必ず私に思いを届けに。ここはキャッスルの中じゃないね。この位置ってガーディン防衛基地。防衛基地って後方のキャッスルを守る要衝。新兵の訓練なんかもここで行われるんだ。よかった。またあそこに戻るのかって少し不安だったんだ。とはいえ場所が場所だ。正面から乗り込めば戦闘は避けられない。まずは近くまで行って様子を見よう。